激レアさんを連れてきた未公開トーク。まずは山本舞香さん、ある大物俳優の自宅を訪ねた際の激レアエピソード。山本さんはなんと2年ぶりのご出演なんです。はい、どうぞよろしくお願いします。2年ぶりなんだ。でももっと空いてる感じしますよ。そんなに空いてる気しなかったですけどね。ちなみに山本さんは何か新しい変わった体験ってありましたか？変わってんのかな、わかんないけど、最近その吉田鋼太郎さんのお家に行ったんですよ。変わってる変わってる、だいぶ変わってます。入り口でないですよ。そうそうそう、鋼太郎さんのお家行って、あのお子さん生まれたんですよ、1年半前ぐらいに。で、鋼太郎さんが父親やってんのがすっごいおもろくて、なんかみんなのパパみたいな感じだったから、ほんとこんなちっちゃい子供を抱っこしてる鋼太郎さんを見るのが、いや、なんかすごい不思議な感覚っていうか、お父さんだよねみたいな感じ。でも俺たちはあんまり言えないっていう。山本さん言えるかもしれないですけど、ね、なんかどのぐらい言って大丈夫なのかなみたいな。ね、すごい可愛がってもらってて、そうお家に行ったんですけど。すごい意外な、こういう歴っていうか、ね、あるんだね。さらに今週の放送では現役東大生でありながらホストとしても活躍している英介さんが登場。高校生の時ひたすら勉強に青春を捧げた英介さんが、東大入学後絶望したこととは。まあ、やっぱりその僕とかは、まあ、先ほどでも言ったように、なんか高校時代を全て勉強に捧げて東大に入ってきたっていう側の人間なんですけど、ちゃんと高校の青春を謳歌しながら東大に受かってきたみたいな人も結構いて、私に彼女がいたりとか、で結構絶望したのが、僕の同じクラスに、まあ、なんかずっと高校も同じで結構美男美女のカップルで、そのまま一緒に東大受かってきたっていうカップルがいて、もうなんかもう負けでしたね。全てがね、全てに何もアイデンティティを感じられない。そうそう、何も勝ってる部分がない。何も勝ってない。悔しいよな。絶望でしたね、その時は。そういう完璧な人間もいるんですね、やっぱ東大にはね。TVer では激レアさんの最新回を配信中。今すぐボタンをクリック。帰った後でも思い出してくれる。猫じゃん。私がいろいろ教えてあげようって思う女性も増えてくるわけでしょ。頭いい。